2S9 のような S120mm 自走砲は、ソビート連邦が ASU-85 に代わる空挺部隊向け自走砲として開発したものである。BTRD の車体を利用しており、本車もパラシュートによる空中投下が可能である。ノーナとは、是、地上砲兵向け新型砲の頭文字を取ったもので、また、Q の和音を意味する、から、正式番号である。2Q の、 q にかけた名称である。2SQ は輸送機によって空中投下されて空挺部隊に支援火力を与えるための走行車両で、この種の空挺走行戦闘車両の整備に熱心なソビエト空挺軍により BMD-1 空挺戦闘車の派生型として開発された。軍における本社の評価は高く、空挺部隊のみならず海軍不評隊にも採用されている。 12322型エアクッション小型揚陸艦には2両を搭載できる。書類上の正式採用は1981年だが、1979年からアフガニスタンで実戦に投入されている。西側には1985年のモスクワ革命記念パレードにおいて初めて確認された。輸出実績はなく、本社を使用しているのは今のところ、 ロシア連邦軍だけである。本社は BMD-1 空挺戦闘車両の車体に5層、式 120mm 直射、迫撃両用砲 2A60 を装備した砲塔を搭載している。これは迫撃砲のような局射と通常砲のような直射の両方が可能というユニークな砲である。自動装填装置を採用し、発射速度は毎分7発である。ただし、 自動装填装置の関係で、砲塔は左右各35度ずつしか旋回できず、全周旋回能力はない。空底投下にあたっては専用の車台に搭載され、この車台は着地直前にロケットブースターに転化することでショックを軽減する構造になっている。ただし、実戦において空中投下されたという事例はない。喧嘩装置は空底投下時には、 最大短縮状態で固定することができる。浮き光性能も持ち、特別なオプション装備なしに浮上航行が可能である。2SQ の装備する 2A60-120mm 直射迫撃療養法は以下の砲弾を使用できる。ありがとうございます。